これは一生忘れないライブになるだろうなと思って。みんなありがとう。やっぱり今回のツアーでみんなと結構仲良くなった気がして本当に嬉しかったです。毎回毎回はい、バーです。 BOA です。すごく手間だ。あ、これか。かわいいよね。ここにスパンコールがありました。あら、かわいい。惜しい。惜しい。初めて見た時正直泣きそうでした。はい、何かがすごく派手だったりなんかキャラクターとかが出てきたりとかじゃなくて普通にリボンがポンと出てきてで客席を回ってでまた大きいリボンっていうかそういうのが普通にこう天井をこうなんていうんですかねこうスラーっといてるだけなんですけどなんかそれがこうすごく純粋な気持ちになれる。降りて前降りて降りて前出てでこっからいつも見たいから真ん中にでエツラ出てくるここから、うん、ここからずっと一緒、うん、はい。じゃあそっから、はい、音はそっから、はい、お願いします。説明短い時のよその好きだよ。それで髪切って。ダン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 。今日の日にちは3月の14日、ホワイトデーなんですけど、誰も会ってくれないよね。ねえ、男性。今日ホワイトデーだよ。あげてないからくれないんだって。ラボは。冷て。あれ、ホワイトデー。あれ、何チョコボール。チョコボール。どこで買ってきた？今、買ってきた。本当？やったー。うんうん、超無理やりね。いや、食べる。上に押し上げ。ちょちょちょ。違う違う違う。違う。チョコボール初めて。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 
聞こえないです。イヤモニしてるから聞こえない。ラボ&オネスティとジュエルソングのあのドレス、あれ結構気に入りましたね。なんかシンデレラっぽい感じがして結構嬉しかったんですけど、うん、ああいうのを着るのって初めてじゃないですかね。後ろ姿がすごい。ドナルドダックみたいでしょ。ちょっとあの着るとこいい、はい、衣装で、この衣装でケープを遊んでみましょう。ベストだし、ちょっとじっくりと聴かせてあげたいという曲もたくさんあったので、そういう聴かせるこうライブと、あとやっぱりアリーナツアーなのである程度のこう派手さとか、あとはやっぱりこうマジックを初めて挑戦してみたり、イルージョンだったり、あとあのパレードとかも、だから客席のこうなんて言うんですかね、アリーナ席じゃなくて周りのこう2階とか3階の皆さんにも近づけたいっていう気持ちもあったので、そういうこうちょっとしたイベントとかがありましたね。ここでみんなに会えるんだっていうウキウキな気持ち、あとやっぱり緊張感があって、あの福岡の1日目は本当に緊張していましたね。なんだろう、こう1年ぶりだし、あとリハとかも大変だったし、だからこそもっと緊張したかなとも思うんですけど、結構その時は緊張してましたね。ちょっとサッカーキャンを押しますね。
マッサージ男。アンコール T シャツです。みんなの名前を、名前付けです。ただのツアー T シャツにつけてるんですね。そうですね。なんかこうイリュージョンっていうことなので、甘さと辛さじゃないですけど、これ赤とかはちょっとこう、実はジャンヌ・ダルクの戦いの服じゃないですけど、そういうのをちょっと意識したりとか、やっぱこの辺はもう徹底的に甘く特注な感じで考えると、この辺も割とこう中世の現代版みたいな、全体的には足が出るように今回ホットパンツで潔く。無理なんでお約束で、でもこういうところにやっぱりちょっとミリタリーとか中世のイメージ、これとかだ、ね、ちなみにこの生地はメーター15万です。これは今迷ってます。です。制作日数2週間ぐらいです。すいません。頑張ります。はい、とにかく楽しくも飛んでいこうと思って、弾けていこうと思って、でリハの時にやっぱり通しがあるじゃないですか、ちゃんとした本物のセットで衣装もちゃんと着てて、で歌って、でその時に本当に全力でどこまでいけるのか試してみようと思って一回やってみたんですよ。意外とできるもんだなと思って、でそういうなんか計算をしないで、もう本当に自分が精一杯一曲一曲をこう全力で歌えるようになったっていうのは、やっぱり自分の体力に自信が出てきたっていうのと、ライブを本気でこう楽しめるようになったっていうのと、あとはやっぱり経験ですかね。明日は初日になります。一つよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よし、もう帰る。帰る私。ゆっくりしてください。はい、お疲れ様です。残り少ない。
ございます。ありがとうございます。まだ寝ぼけてます、はい、今日はなんと雨らしいですね。ちょっと微妙に降ってた。本当に、はい、すごい雨女っぷりです。気合入れて、はい、行きましょう、はい、せーの、はい、頑張ります。なんか緊張してきたし、ジャンダルク頑張るぞ。ジャンダルク。その通り。あ、できてきてる。すごいよね。いや、早く早く出ようよ。毎回本当に緊張してんの？毎回。あ、でもでも緊張感ないと失敗するから。まあそれはそうですけど。それはそうですけど。ちょっと部下みたいですね。お願いします。この仕事を始めてあんだけ大きな事故は初めてだったので、正直テンパっちゃいました。焦ったし、あと初日ですよ。
入るときに転んじゃって、あの引っかかっちゃったんですよ、セットに。で、やられてちょっと出るの遅かったもんね、ごめんね大丈夫、全然元気、声は出るから。 OKOK 全然ね。すごい焦ってて、後ろでもう早く出たいんだけど痛いから出れないかもと思ったんですけど、でもやっぱり待ってくれるみんなもいるし、今日は絶対最後までやってやる。もう絶対やってやる大丈夫、全然ボアコ強いから大丈夫です。なんかね、もう足が痛いだけ、痛いっていうことでみんなにね、せっかく来てもらったのに歌を聴かせてあげられないということはボア的にも理解いかないし、ありえないと思いますので、最後まで頑張っていきますので、皆さんもぜひ楽しんで盛り上げてください。それでは次の曲聴いてください。みんな心配しないで、よし行くよ。 Everybody say power power ho ho ho、 ありがとう。確実に私の未来を巻き込んで、恋は走り出した、君の手を掴んだ、両側から燃える花火みたいだった、視線も剥がせない、 Oh stabbing stabbing baby、 どうして出会えたの、どうして渡したい、 Bye I fall in love with you。 やっぱり自分も自分の見どころって踊りと歌だっていうの分かってるから、でもその分の 50% の踊りがなくなるっていうことはやっぱり大きいんじゃないですか。これ本当治るのかなと思って、正直ちょっと悲しかったですね。じゃあ向こうに中は標準の OK で全員スタンバイしてアンコールスタンバイになります。で、動きなくて全部全部一回にします。じゃあやりましょう。はい、じゃあやりましょう。スタンバイお願いします。はい、バンドメンバースタンバイ。すみません、大丈夫です。
ありがとう。ほら、やってやるって言ったじゃん。なんかみんなに感動したし、自分に悔しかったのもあったんですけど、でもその分応援してくれるみんなにすごく感謝して、なんかみんなに感動しちゃって私が泣いちゃったんですけど、まあ正直のことを言うと結構でもある意味特別な意味で本当に幸せでした。いよいよ代々木です。足は痛んでますが頑張ります。よし、よし、行くぞ行くぞ。おい、はい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 。ボアーコー最高、最高、チャンネル最高、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 頑張っていくぞ。せーの、せですね、みんな元気？4年目でやっとシングルオリコンウィークリー1位を取りました。ありがとラララララ、キス、ラララララララ、ああ。
エブリハートは、今キースの確認で OK なので、このままステージは BIO を行います。 BIO さんからお願いします。気にしてるのが足だよね。足そう、若いから治るのが早くて現実的な顔もあるんですけど、そうじゃない部分もあるんじゃないですか。みんなが1万人以上の人たちが同じところで同じ時間を過ごせて、で自分の楽曲で楽しんでくれてるっていうのがやっぱり夢みたいな感じがしてて、私すっごく楽しいんですけど、みんな楽しい？アンコールをもっと盛り上げていくからね。もっと盛り上がって。桜すごいね。まだ咲いてます？落ちてない？じゃあ帰り、花見でもどうですか、皆さん。みんな、ありがとう。今日すごく楽しかったです。はい、ありがとうございました。川ではないですけど、あ、広い。まもなく、全体リハーサルをスタートします。エネルギッシュだね。かわいい、かわいいんだけどすごくパワーがあって、あとプロフェッショナルだなってすごい思う。オーリンコ
それ面白いですよね。年寄り。ゴー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 余裕だ。じゃあ帰りたい。1年ぶりですよね。ほんまありがとう。一人一人のお客さんの顔がそんなにはっきり見れるということは今回初めてだったので、なんか嬉しいし、自分のファンともっと近くなってきた気がするし、結構嬉しいですね、乗ってる自分も。大阪無事に終わりました。楽しかったです。やっと、これでやっと半分乗り越えました。明日、まあ、映像撮影だし楽しく盛り上げていきたいと思います。ではボアはホテルに帰って寝ます。お疲れさーん。お買い求めください。すごい匂い。いい匂い。すごいインドっぽい。ハザカミ。マモーティー。マモーティー。マモーティー。マホーティー。マホーティーですね。なんか喉をカバーしてくれるんですよ。全てがコンパクトで、すごいびっくりしました。可愛かったです。18なのに、すごいしっかりしてて、すごいやられました。可愛くて、細いなっていう印象がありました。なんか、年がすごい離れてるんだけど、すごいしっかりしてて、こっちがこう、あ、なんかもっと学ぶものがいっぱいあるみたいな、彼女に学んでることが結構いっぱいあって、すごい勉強になってます。
12人で人数多いんで、すごい最初大変だなと思ったんですけど、楽しく本番やっております。舞台に立つとすごいなんかエネルギッシュな感じで感動しました。またやれたらいいなと思います。超元気でパワフルな強い子だと思います。おばちゃんのステージが素敵なステージになるように頑張りますので、よろしくお願いします。クールでかっこいいなっていう印象を受けました。やっぱ彼女のその可愛らしさというか、そういうのがもっともっと出てきて、もっともっと好きになりました。元気でやんちゃな感じですね。最近大人っぽくはなったんですけど、まだまだなんかこう背伸びはしてる感じで、相変わらず元気な感じで、そこがまあ可愛くていいんですけど、とても素敵な子だと思います。はい、今日はコンテンツは、ね、カレーうどん選手権ですね。少しカレーうどんを並べていただいて、どれが美味しい、どれが美味しいか。一個すごい混ぜる。カレー攻め。I've had the most amazing experience here on the Board Tour 2005.
It's been a wonderful opportunity for me, and I love Boa. I love her music. She's a very, very talented young lady, and I hope to look forward to working for you again. Thank you for this opportunity, and God bless you. Thank you. This is RG. You know that. I've had fun being on your tour. You're an extremely good singer. I've enjoyed listening to you, and I've had the pleasure of working with you. So hopefully I will get the opportunity to work with you again in the future. Thank you. Just to watch her, she's so young, she's 18 years old, and she does so much. Sometimes I feel, how does she do it? She's just got so much, she has so much energy. Even when she's in pain, she hurt her leg, she still got out there and just did what she had to do, and I really, really love her. I think in the near future, she's going to be one of the greatest artists in the world. I really truly believe that. And I hope that I'll be there with her. Yes. Boa, I love you. You're great. Keep doing it. You're going to be all right. Yes, it was all. ファイナル！僕はステージに出るのは一瞬なんですけど、何をやってるかというと、ここで、みんなを見張ってます。みんながちゃんと演奏してる。僕がボタンを押さないとライブは始まらないんで、このライブは僕にかかってると言えるのではないでしょうか。 Be the One っていう曲があるんですけど、その前に出た時に、ちょっと待って、絡んだりはしてますけども、そこはそうですね、見どころですかね。おばあちゃんがもう本当に素敵なんで、自分のドラムパートを忘れないように気をつけなきゃならないので見てますけど、もう本当に小さい体でよく歌って踊って、もうすごいエネルギーっていうか、もう頑張り屋さんだし、すごいなと思いますね。もっともっとちっちゃくちっちゃく、よし、取れた、食べて、はい、OK。 いよいよ最終、いよいよ最後、いよいよ最後。いや、なんか意外に早かったな。もうあと10分ぐらいやりたいなって気持ちですね。よしよし、いい子だよ。言うこと聞いてます。はい、これでストップ。はい、おー、はい、普通の本です。はい、はい、見てください。何もないです。じゃあ誰か手をつけてください。魔法をかけました。はい、美人やーにゃモノクロに変わります。これがボアマジック。みんなで、みんなで、ダメこれはいいじゃん。ダメ今のまんまの、感性と、なんだろう、賢さっていうのかな、そのまんま、もっと一回り二回りも回りも、大きいアーティストになってほしいと思いますね。年々、ダンスにしても歌にしてもパフォーマンスにしても、成長 し続けてる彼女を僕たちも支えて、まあ、来年再来年もっともっといい、コンサートができるようにしていければなと思ってます。なんか初日福岡だったんですけど、怪我したりして結構大丈夫です。そう、結構いろいろ心配になったりして、いろいろプレッシャーとかがあったんですけど、やっぱり応援してくれる皆さんがいたのでここまで来れたと思います。本当にありがとうございます。ファイナルを上げていきます。
イコールボアですね。あとボアイコールファンだし、ある程度バランスが、ファンとボアのバランスがずっとキープできないと両方とも続けていけない。だからファンもボアも同じバランスで、それを崩せずに、あのお互い頑張っていかないと私もいないしファンもいないし、だから皆さんが私を大切にしてくれるぐらい私もみんなをすごく大事に思ってるし、こうお互いすごくこう守っていかないといけない存在ですね。投げたボールが欲しかったから取れなかったのはなんか嬉しかった。